皆さんこんばんは、くついもです。オープンレベル現在14連勝ですね。15戦目からやっていきます。よろしくお願いします。今日の目標はまず視聴者様が寝ない実況を心がけること。たびたび来ますからね。寝る前に聞いてますとか、学校の授業ってさ、受けざるを得ないっていうか、その睡眠不足の時とか、あとでも受けざるを得ないじゃないですか。受けざるを、でも俺の実況とさ、もう受けざるを得ないのかもしんないけど、まあ多分視聴者さんは自発的に見てくださってると思うんですよね。それなのに眠るって、これやばいよな。要するに、いやいや受けているわけでもなく、あまたものね、素晴らしい動画が他にあるにもかかわらず、他の実況者様ではなく意図的に俺の動画を選んで、その結果眠ってるって、ちょっと俺改めた方がいいわ、実況を。もっとなんかあれかな、人気のさ、当たったら芝生系 YouTuber 様のように、なんか派手なリアクションとかした方がいいのかな、俺も。ちょっとどうしようかな。特殊二毒院ってちょっと面白いけど、特攻、ガルーラね。ラプラスが水技を覚えてないのはマジ使いづらい。ダグトリオ弱いぞっていうコメントをいただいたんですけども、個人的にこういうスピードアタッカースコなんですよ。ダグトリオ、マイペース、混乱にならないで、特殊二毒院、ちょい癖の強めなこの3体でいきます。よろしくお願いします。今日は21戦目までサクッとやってしまいたいですね。いざ15戦目から。ヤスキさんよろしくお願いします。ミルタンク来た。ちょっと待って、じわり当てられる自信ねえ。先生の爪、ミルタンクシャドーボール覚えるんだよな。ミルク飲みも覚えるしな。まずじゃあヤドキングに変えるわ。でこらえる、オッケー。サイコキネスで追加効果発動を狙っていくよ。相手の特防を下げることにより戦いを有利に進めていく。あ、急所ですねこれね。よし、食べ残しか。違う、コラカムジタバタですか。シャドーボール、やはり覚えてますね。シャドーボール、ゴーストタイプ、当時は一律物理技です。よし、いやー、さっきダグトリオで地割れ狙いに行かなくてよかったっすね。サマヨール、さすがに分が悪いか。二度クイーンに変える。あーっと、地震効果抜群ですよ。もう一発耐えられますね。紙砕くは悪タイプ、当時は一律特殊技です。この二度クイーン特攻まあまあ高かったですね。紙砕いていく。お、急所ですねこれね。ちょっと急所2連発、2連発じゃないか、さっきのあの牛、ミルタンクというさまよるにまで有効急所を決めていく。いいっすね。とどめの噛み砕く。相手はラスト1体ですね。
エアアームと二ドックイン特殊型なので確認確認、どっちも95ですよね。命中100技はだから威力が90とか95とかややこしいんだよ。うん、でここは追加効果が強い10万ボルトでいこう。呪いで物理耐久と攻撃を上げてきました。ただ相手の素早さがここで1段階下がったことにより次のターンおそらく二度クイーンは上から10万ボルトを打ち放てますね。はい、え、また急所ちょっと急所入りすぎやな。何もやってないっすよ僕。うん、やってますねじゃないっすよ、やってないっすよ。異様なほどに吸収率の高い一戦でした。ヤスケさん対戦ありがとうございました。ミルタンク交換してもらおうかな。でもこらえるカムラジタバタでしょ、ちょっと使いづらい気がするんだよな。いやこのまま行くわ。ちょっとあのミルタンクを使いこなす自信はない。普通になんかのしかかり地震シャドーボール型とかだったら喜んで採用したんですけども、でミルタンクとかだってカムラ発動しても遅いでしょ。ミサさんよろしくお願いします。ヘルが来た。よし、ダグトリオいいよ。上から地震タイプ1の大技です。ヘルがたまらずダウンです。いいね、ダグトリ HP 低すぎ。さあここでガルーラですが、いや実瞬地割れはギャンブル性が過ぎるので、地震で少しでも削っていく。相手のガルーラの地震、相手はタイプ不一致、こちらはタイプ一致ですが、おそらく相手の方がそう。ちょっとこれ一撃はひどいな。まあダグトリオね、防御が114ですからね、114レベル100で114、ヤドキングを出す。最後です。あっとコラカムこらえるカムラジタバタでしょうか。ちょっと怖いっすね。素で耐えられてここでカムラの実が発動してひるむな。おっと地震か。うん、まだ相手の技選択はランダムのようですね。はい、ラス1ラプラス、相手は特性貯水です。最後期です。おっとまさかの物理型か。竜の前捨て身タックル型がいた気がする。となるとよりは最近の方がまだ入るよな。ブラブラスがもし眠るとか覚えてたらやばい。4発で倒してくれないか。窓2発で倒せるかは正直怪しい。どんどん積んできますね。あと1発で倒せるか。あ、得意棒ダウン引いた。いいね、いいとこで引いてくれました。よし、最後ですなら余裕で耐えられる。はい、対戦ありがとう。おっとこちらも得棒が下がり、対戦ありがとうございました。ミサさんありがとうございました。いやでもさっきから相手のポケモンの方がちょ独特なんですよね。このラプラスも本当に冷凍ビーム波乗りとかだったらもう即交換していただきたいんですけども、物理ラプラスを交換してもらう気にはならないな。
あえて鋼タイプとか言ってましたっけ。じゃあラグトリオ、あでも地震強いか。ヤド、でもヤドキングこの中だったらエースだよな。ミドクイーンを手放すとすれば、ガルーラ欲しいな。ヘルガーもでも、ちょっと待って、ちょっと待って、いいえ。手放すポケモンを、わかった、じゃあミドクイーンを手放すよ。で、ガルーラを採用。自信覚えてますしね。あと、こらえる。起死回生かな、ジタバタかな、覚えているので。鋼タイプ相手にも、優位に戦えるのではないか。キャリーさんよろしくお願いします。ハガネール来た。ハガネールが相手だったら、ヤドキングに変えて、で、あと、のしかかり、麻痺が怖い。ダメージよりも麻痺が怖い。危ない。でタイプ1並みの量打ち込ん、早いな。ヤドキングが遅すぎるんですかね。あっと、ゲリで耐えられた。波乗り。相手の方がスペース高いのか。はい、まあ、ヤドキング、のしかかりを3発食らいましたが、麻痺にはならず。麻痺にはならず、言うても、ハガネイルよりも遅いポケモンが、麻痺にならなかったところで、もともと遅いことに変わりはありませんね。なりなり、炎のパンチ、当時は一律特殊技です。あ、耐えた!耐えましたね。チャーレム、ヨガパワー込みで攻撃は非常に高いですが、炎タイプ、当時は一律特殊技なので、炎のパンチ、非常に火力が低かったですね。波乗り、冷凍パンチ、ヤドキング、たまらずダウンです。じゃあ、ここはスピードアタッカーのダグトリオに、とどめを刺してもらう。はい。ダグトリオはこれが強い。うん、上から命中 100% 技ね、うん。ハッサム。地割れはちょっと狙いすぎか。実瞬。当時のハッサムは特製テクニシャン、バレットパンチなどはまだありません。今よりもだいぶ弱いよ。逆にこの時代にそんなハッサムがいたら強すぎますけどね。実瞬。さっきよりも威力が上がった起死回生。ダグトリオたまらずダウンです。お互いラス位置ではありますが、ハッサム虫の息です。実瞬。はい、対戦ありがとうございました。交換してもらう。ダグトリオ強いけど、さすがになんか耐久低すぎるんだよな。ハガネール、じゃあハッサム選んでみるか。まあ、ハッサムの弱点の炎技はヤドキングが受けてくれるということで、まあ、チームワークが取れた構築なのではないかと思いますね。金賞さんよろしくお願いします。おっと、第二世代の鋼虫コンビですね。赤の他人とは思えません。カラーリングもどことなく似ております。剣の舞を覚えてたらな。どうするよ。
起死回生打ち込んでも全然倒せないですからね、これね。だったら宿キングにまず変えて、電磁砲命中 50% の技が当たってしまう。こちら確実に麻痺になるという追加効果があります。波乗り、ギガドリームまで覚えてる。ちょっとヤドキングこれしてやられたな。いいダメージ入るんだけどな。まきびしこい。なんか、いやー、ちょっと電磁砲当たっちゃったのが運の尽きでしたね。これとして電磁砲なんか覚えてんのか、似合わねえな。ガルーラを出す。で、あと地震3発ぐらいいるか。地震、ガルーラ特攻が非常に低いので10万ボルトは全然効きません。3発でギガドレインの回復量を考えると、うわあ、当時は爆発系の技は防御を半分にしてダメージ計算、実質威力500の技です。覚えてるんならもっと早く打ってこいや、ヤドキングに。いやー、ハッサム、これあと2体相手にしなくちゃいけないの、しんど。素早さで負けてるから高速移動打った方がいいか。でもハッサム持ち物何でしたっけ。カムラ、気合の鉢巻きか。でもこれ切り裂く吸収に当たっても耐えられるんだよな。だったら高速移動切り裂く、切り裂くがいいか。いや、相手のプレミに期待、切り裂く。波乗り来る、大ダメージだよ。切り裂く、勝ち筋があるとすれば、次相手の波乗りを耐えて、切り裂くって威力80?70 か。起死回生マックス力200の半効果目指して100だったら70の 1.5 倍ぐらい軽くあんの。いやー、それでも落とせなさそうだな、これな。まず高速移動、これでスターミーの上を取りました。相手入ってるダメージは4割程度。これ騎士狙ってみるか。騎士回生、まずはじゃあここでこらえる、攻撃してこい。10万ボルトがハッサムを襲う。麻痺になんだよ。よし、ここで騎士回生、うらー、最後の一撃、気合の鉢巻き発動率 10% に期待。耐えられる、ダメだ。ダメでしたね。あのフォレトスにやられたな。電磁砲を覚えているとは思わなかったし、大爆発の使うタイミングも絶妙だった。今日まだ戦い足りないのでもう少しやります。気を取り直していきましょう。
地面タイプを得意としている。リングマ根性、先生の爪。あ、メガトンキック強いですね。タイプ1、メガトンキックはマジ強い。カゴの実強い。ピントレンズ、ツバメ返ししか覚えてないのか、ケッキング。お盆の実、王者の種、キノコの胞子覚えてないんかい。地面タイプにはこれ刺されそうですね。わかった。じゃあまずは樹海院で、リングマ、まあドンファンでしょうね。はい、この3体でいきます。よろしくお願いします。こちらの個体値はオール1桁、相手は3体とも 6V です。個体値的には不利であるが、相手は技選択ランダム。地面タイプを含むポケモンが2体以上います。あ、地面タイプ言うてもこれか。特性浮遊、くそ。リーフブレードは急所に当たりやすい技です。今一つでこのダメージ。樹海院食べ残し、回復が間に合いません。一旦ちょっと見切りっとくか。見切りで食べ残しで回復。リフレードフライゴンと樹海に体色が非常に似ていますね。さあこの攻撃耐えられるか。さっき食らったダメージ的にちょっと怪しいな。あーダメだ。ギリギリ耐えられていたら新力発動してそうな目できていたのに。リングまで行くか。ツバメ返し、鋼の翼。結構効くな。やっぱ個体値低いの響いてますね。ダグトリオ、相手物理技しか覚えていないですね。 HP も相手は相当低いので、カウンター、トライアタック、ノーマルタイプ、当時は一律物理技です。威力は低いんですけど、3割で発動の追加効果は怖い。はい、食らったダメージは少ないですが、ダグトリオ非常に HP が低いので一撃で倒せましたね。ラスト1体、あーちょっと嫌なポケモンですね。当てられる。先生の爪がここで発動、いいですね。今一つでもこの威力、竜の息吹は耐えられるよ。急所か。もう一回先生の爪お願いします。ダメでした。ではここはドンファンの原始の力で倒していきましょう。はい、おっと、なんでドンファン先生なんだ。あれドンファンも先生の爪でしたっけ。持ち物重複、マジ。毒タイプを得意としている。え、リングマとドンファン持ち物重複、先生の爪。え、あ、多分あれですね、ホエルを選んでいたのか相手。だからドンファン先生を取れたんですかね、プテラに。では樹海院を手放し、フライゴン強かったな。
相手の6部位を1体味方に加えることに成功しました。つまり今のこのパーリーのキャプテンはプテラってことや。あ、プテラじゃない、フライゴンってことや。どうしようかな。今非常に強力なポケモンですよ。まさか冷凍パンチとか覚えてないだろう。まさか騙し討ちできますか。騙し討ち悪タイプ当時は一律特殊技です。オス同士だよ。騙し討ち、なんかゲンガーがフライゴンに騙されてるの想像できないわ。え、ちょっと効かなさすぎじゃない。さすがに鋼の翼にするかじゃあ。 おっとかわす。おら、鋼の翼の方が、あの、なんだっけ、騙し討ちよりも効きましたね。フライゴン、持ち物は光の粉ですね。今怪しい光をかわしました。鋼の翼。ああ、催眠術イメクイゲンガーか。これ強いやつですね。ここで防御がアップ。おっと、フライゴンかわしますね。はい、まさかのゲンガーをノーダメージで突破。しかも防御がこれで2段階上昇。フライゴンガッチガチです。あん、フライ、自信2発で倒せればいいよ。いいですね。おっと、光合成だが全開はできませんよ。このウツボットってさ、眠りゴーナー覚えてるよね確か。あ、オッケー、撃たれませんでした。眠りゴーナーは命中75ですからね。おそらく草タイプのポケモンがその対戦環境で不遇であることをちょっとあれですよね、不憫に思ってその催眠術とかよりもね、え、命中率を高くしたんでしょうね。眠り子の相手は、岩虫ですね。威力どうなんだ。タイプ、うん、地震でいきます。地震、まあ3発はいるかな。おそらくグリーンゾーンで耐えられました。はい、切り裂く急所に当たりやすい技です。上を取れているのが大きいよ。切り裂く、はい。おっと、ここで守るで茶を濁してきた。無駄なあがきだ。はい、いいっすね。ゲンさん、ありがとうございました。ポケモンのタイプにはこだわりがない。リングマを手放し、まあゲンガーですかね。催眠術イメクイゲンガー決まれば強いが、さあ2戦目ですかね。違うか、3戦目か。よろしくお願いします。ナツルさん、ムーマンを送り出した。相手は特性浮遊です。騙し討ち、これ鋼の翼の方がまたダメージ入るパターンですかね。威力低いなぁ。シャドーボール、ゴーストタイプ、当時は一律物理技です。じゃあ鋼の翼で、おら、おっと、
鋼の翼の方が、あの防御アップの、そう、この追加効果があるのが美味しいですね。ただ痛み分けでこれ相打ちになったんじゃ意味がないよ。ほら、せっかく防御が上がっているということで、ここで訳も分からず自分を攻撃してもダメージは少ないだろうと。はい、訳も分からない。あ、結構効いたな。痛み分けっていう技やらしいな、マジ。あ、2回連続訳も分からない。混乱がまだ続いています。あっと、命中救出の技外してしまった。あ、これ耐えられないんじゃないの。あ、耐えた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 。あ、なんと、混乱が解けた。急所お願いします。ダメか。あ、よしよしよし、ならばとどめの騙し打ち。はい、ギュルギュルリムーンを倒しましたね。死闘を制したのはフライゴンでした。あと2体スリーパーか。自信、スリーパーこう見えて非常に耐久が高い。炎のパンチ、当時は一律特殊技ですが、フライゴンたまらずダウンです。ではフライゴンよりも攻撃が高いドンファンでとどめの実身。おっと、催眠術をかわす。ほら、あん、スリーパー、お前マジ人間だよな、キャラデザ。はい、対戦やれてました。アイアンテールすごい火力ですね。さあ、続きまして4戦目。どうしようかな。フライゴン、ゲンガ、ゲンガ使いづらいかな。ボスゴドラ、フライゴン、ボスゴドラ、ドンファン、非常に強力な物理アタッカートリオですね。フライゴンが強力かどうかはともかく、後ろの2体はもう見るからにごついですからね。バッシーさん、バレイヤード掘り出した。ボスゴドラに変えて、サイボーグにしたら効かないよ。結構効いたな。アイアンテール、マジカルリーフ等倍ですが、うる、あん、バリアードも見かけの割に硬いっすよね。おっと、先生の爪か。はい、ボスゴドラかっこいいし強いし。おっと、ガラガラ、フライゴンで受けに行く。骨ブーメランは効果がない。実心、ただガラガラは頭突きや岩なだれを覚えております。あとはなんだっけ、凍える風を覚えてるやつもいます。命中 90% の技をかわす光の粉、大活躍ですね。
骨ブーメランって多分投げ技だから飛行タイプにも当たっても良さそうですよね。うん、飛行タイプっていうかその特性浮遊とかでも。マタドガス特性浮遊です。相手の毒技を無効化していくよ。はい、効きません。アイアンテール、おっと、ボスゴダラの攻撃がこれで半分になってしまった。マタトガス防御非常に高いですからね。わずかのダメージ、しゃあないですね。ここはもうボスゴダラがもう火傷で燃え尽きるまで頑張ってもらいましょう。相手他に技がないのか。あっと、ここで外してしまった。98が55、もう一ターン耐えられる。おら、ラストターン。おっと、シャドーボール覚えていたのか。毒技を警戒してこれドンファンでいきますか。原子の力で倒していくよ。あった、煙幕で命中率が下げられてしまう。おら、あと一発で倒せるか怪しい。シャドーボール、ゴーストタイプ、当時は一律物理技です。ドンファン非常に高い物理耐久、まずまずのダメージ。倒した、バッシーさん、ありがとうございました。もうちょいやるが、まだまだこれから。キャンプファイヤーのアサトさん、ギャラドスを送り出した。ギャラドス特殊型がいるんだよな。ちょっと怖いな。ちょ、でもギャラドス竜の舞八つ当たり型だったら、早めにドンファンに変えてこれ原子の力打ち込むか。相手がね、水技覚えてるのはこれ限りませんからね。当時滝登りは特殊技なので、ギャラドスの受け出しにドンファン悪くないっすね。原子の力、噛みつくは悪タイプ、当時は一律特殊技です。このひるみがねうざいんですよ。やはり竜の前八つ当たり型でしたね。相手は1段階攻撃が上がっていて、高能力でもあと一発は耐えられそう。ここで眠るは、いや、このままいきます。ひるむなよ、頼むから。だからさ、なんでやん。ちょっとここ眠るか、眠る、ね、ひるむなよ、さすがに。よし、ドリーピング OK。 そしてここでドンファン、加護のみで起床。原子の力いいですね。噛みつく小さなダメージ、デンジャー効かない。はい、ギャラドス打ち取ったり。このギャラドス強いんですよね、めちゃめちゃ。竜の舞やつあたりが。あ、引いた。10% の確率引いた。攻撃防御、特攻、特防、素早さが1段階アップ。ドンファン、最強になりました、最強に。このドンファンはもう誰にも止められません。攻撃、1段階上昇のドンファンのタイプ1自身。圧倒的効果力でもないな。
通に耐えられちゃいましたね。何これ、1段階上がってなかったらラフレシア2発耐える勢いでしたね。ラフレシア硬すぎー。うん、おっと珍しい技、アロマセラピー、かっけー、心地よい香りが広がった。いやー、ちょっとアロマセラピーの技エフェクトマジすこ。なんか技エフェクトの時間が長いですよね。風が吹いてなんか能力上昇みたいな、でキラキラキラみたいなね、すこ。ドンファン特防も上がっております。小さなダメージ、これ地震でこれ2発で沈められますね。はい、当てろよ。おっと、おい、ピーピー切れるから早めに当てろよ。よし、ブラッキーが食べ残しを持っていなかったのを救われましたね。ここ持っていたらこれも耐えられました。はい、持ってなかったけど普通に耐えられましたね。 PP 温存、原子の力、命中率は地震原子の力ともに 100です。はい、あさとさん対戦ありました。今日ここまでにしますかね。現在5連勝ですね。いやー、ちょっと17連勝で負けたの悔やまれますが、まあその後5連勝できたので、まあ、上々ですかね。対戦じゃない。ご視聴ありがとうございました。